準備はよろしいでしょうかそれでは参りましょう作品名はサインですよろしくお願いいたしますそれではサインの説明を始めますまず自己紹介をしたいと思います私は滋賀県立国際情報高校3年生の松井健です,松井健です、えー、趣味はプログラミングとハードウェア基盤を使ったものづくりをすることです本日はよろしくお願いします さて人間には五感というものが備わっています五感とは視覚聴覚嗅覚味覚触覚の五つの感覚のことを言いますこのスライドに書いてあることを認識するためにはもちろん日本語を知らなければ理解できませんし単語の意味も知らなければ理解できません しかしそれ以前に視覚がなければ認識することはできません。また私が話していることを認識するためにも視覚と同じように聴覚がなければ認識することはできません。このように人間は五感でさまざまなものを認識しています。人間が五感で認識しているように人工知能にも認識アルゴリズムというものがあります。 まず人工知能とは基本的には人間がしていることをコンピューターにもさせるためのものですまた人工知能の認識アルゴリズムとは人間が互換で認識しているようにコンピューターにも認識させるためのものです例えば Apple の SiriSiri は人間でいう聴覚にあたる音声認識インターフェースですつまり マイクという耳を使い人の話す言葉音声を認識することができるものですしかしその「シリ」が人が話すことを前提としていることが問題なんですすべての人が話せるわけではなく世の中には話せない人もいますだからその人たちが使っている手話を使うことにしましたそれがサインですサインは手話認識インターフェースです これがサインはカメラに向かって作った手話がどの手話なのか教えてくれるソフトですまた最近よく話題になっている人工知能の技術の一つであるディープラーニングの畳み込みニューラルネットワークという技術を使用していますつまり簡単に言うとひらがなには「あ」というひらがながありますが「あ」にはさまざまな「あ」があります 例えばこのような「あ」があればこのような「あ」もありまたこういった「あ」もあります。フォントが違っても人はさまざまな「あ」について学んでいるためすべて「あ」だと認識することはできますがコンピューターには「あ」もただの数字なので認識することが難しいのです。ですがそれを可能にする技術がディープラーニングです。 詳しい仕組みはサインの操作を追いながら説明します。サインは4ステップで操作することができます。まずはじめに右側にあるひらがなのボックスをクリックします。するとどの手話を学習させたいかをキーボードから入力できます。2番目に右上の手話画像を参考にして先ほど選んだ手話を作りながらカメラに向け学習データ保存をクリックします。 すると先ほど指定したひらがなとして現在表示されているカメラ映像をスクリーンショットします3番目に学習開始をクリックしますすると先ほど保存したスクリーンショットで畳み込みニューラルネットワークとバックプロパゲーションを使って学習をします最後にもう一度認識させたい手話を作りながらカメラに向けて実行をクリックしますすると下にバーが出て どの手話である確率が高いかを上から順番に長さで教えてくれます。以上がサインの外部的な処理となっています。次は内部的な処理の説明をします。まず学習データ保存をクリックすると現在のカメラ映像のスクリーンショットを撮影します。そして同じ手話で少し角度を変えたものなどを大量に保存します。そして次に学習開始をクリックすると 用意した大量のデータを使い特徴点や共通点を見つけますそして最後に実行をクリックすると現在のカメラ映像をスクリーンショットして学習開始の時に見つけた特徴点や共通点と比較して類似度を出力します以上がサインの内部的な処理ですサインはすべて C++ でコーディングしました また、メイン画面の描写などは DX ライブラリを使用しました。そして、カメラ映像などの画像処理は OpenCV を使用しました。そして、人工知能に関わる処理はこのようにしました。第3次人工知能ブームが起きたことで、 グーグルのアルファ5などの人工知能が多く開発されてきました。それに伴って、さらに人工知能開発を促進させるために、グーグルの TensorFlow などの人工知能ライブラリが多く開発されてきました。人工知能ライブラリは、人工知能の詳しい仕組みや技術を知らなくても、人工知能が作れるようになるものです。しかし、そういった人工知能ライブラリを一切使わずに、 一から畳み込み込ニューーラルネットワークを作りましたそのため独自の使いやすさを重視したユーザーインターフェースを作ることができましたまた人工知能ライブラリがベースではないためプログラム全体の細かな調整ができますそのためさまざまなニーズに合わせた機能拡張も可能です最後にサインの今後の展開について話します サインは手話認識インターフェースですなので人と話せない人との間の橋渡しをしっかりする必要がありますそのためには認識精度の向上が必要不可欠だと考えています一から畳み込みニューラルネットワークを作ったことでニューラルネットワークの構造や仕組みを詳しく学ぶことができましたそのため畳み込みニューラルネットワークの総数を増やすことで認識精度が向上すると考えています 以上でサインの説明を終わります本日はありがとうございましたありがとうございましたでは質疑応答の時間に移らせていただきます質問のある方は挙手をお願いいたします えとですね6層ぐらいですっけ CNN6 層ぐらいの畳み込みニューラルネットをフルスクラッチで実装されたということですごいなと思うんですけれどもこれ本来学習モデルの精度って今現状どれぐらいなのかという点が1点とこれを作った後のその想定される利用品ですねどういったところに利用できると考えておられるのかというその2つを聞かせてください、はい。えっと、現状認識精度は あまり高くはないです。また、えっと、使用される目的、利用シーンとしては、えー、話せない人と話せる人などの間にこのソフトを置いて。 えっと会話を成り立たせるような、そういうシステムを考えています。あの、文字で打つよりもリアルタイムに。こう、手で動くから、結構すぐにわかるようになるみたいなところまで行きたいというふうに考えます。はい、そうです。わかりました。ありがとうございます。えっと、学習データで写真を撮影するっていうことだったんですけど。はい、例えば、今だと白い背景じゃないですか。で、はい、他の。 例えば、人混みの中とかで撮ったときに、例えば手,を手の輪郭を抽出して、学習させるとかっていう工夫とかをしているんですかいやそういったことはしていません。えっと、まだ開発段階なので、詳しいことは分かってないんですが、えっと、背景が違っていても、同じ手話があれば、共通点や特徴点などを抽出できると考えているので、そういった処理はして,おりしていません。 あえっ、ー、と、えー、とディープラーニング CNN1 から実装するとやっぱりそのニューラルネットワークのバックロープはかなりアバリウマなのでなかなかこううまく収束しないってことがあるんじゃないかなと思うんですけどよく収束しないとプラトンにはまってしまってなかなか誤差が減らないとか起きてくると思うんですけど<ー>今そのさっきあのえっ、ー、と 評価がまだできていないみたいなことをおっしゃってましたけども、はい、あの具体的に今、どんな感じでトラブっているかというところどの辺がえっと現状、パフォーマンス上がっていないところかなと思われているか総数を増やすとバックプロパゲーションの時にえっときに誤差が拡散しやすくなるので、はい、なのでそのえっと誤差の調整 っていうのを、やっぱり。していこう。っていう。感じです。<laughs> ありがとうございます。だ <laughs>、はい、から、すごい、いいチャレンジだと思うので、頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ここまで、作り込めると、すごいと思いました。はい、ありがとうございます。えっと、ちょっと気になってるのは、はい、あのー、サインで、手話。 あの今まで既存である手話ではなくてあの一からコンピューターに覚えさせていくっていうことを想定しているものですかそれともその既存の手話とどう違ってくるのかなと例えばあのこういうのが玉でとかそういうことではなくて一つ一つこれがあで「あ」でこれが「い」でっていうことを覚えさせてあのお互いにそれを共通認識として会話をしていくというようなイメージになるんですか ああその辺は詳しくは決めていないです。すみません。ちょっとこれを用いてどうやって会話をしていくかっていうところがもうちょっと詳しく知りたかったです。ああ,ありがとうございます。すみません。<laughs> では質疑応答の時間を区切らせていただきます。以上で松井健さんの発表を終わります。ありがとうございました。